西武鉄道の音28段です。収集計画。西武鉄道を感性で捉える上で重要な要素である音、どのような音で形作られているのでしょうか。サビーチャンネルでは西武の音収集計画と称し、西武鉄道から発せられる音を収集しています。第31弾です。車内放送、東長崎です。次は東長崎です。お出口は左側です。 The next station is 東長崎。31件収集です。西武鉄道の音収集計画。